よし、今日言うときますけどね、日本で終わりますから、ね、マジっすか。いやだね、もうこんな腕ちぎれるわ、もう俺今日あれガキさん出ないです。あ、折れてる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 。よし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 、はい、ありがとうございます。よし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 。僕、オバステで忘れてきた安全靴、まだ平に行ってないんですよ。 まだあるんですか。まだあるんですよ、はい、オバステに。オバステにはないけどね、道路公団の方が預かってくれてます。よし、オバステはあれ、長野道ですか。あれは長野道ですか。長野道です。はい、諏訪、岡谷のちょっと向こうら辺ですか。いや、かなり向こうですよ。かなり向こうですか。はい、塩尻の、まだ向こう。え、オバステオバステおばって、そうやね、うん、はい、もっと向こうですね。ねえ、はい、えい、止まれ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 。もう一回逃げたらいい。あ、こうですね。はい、OK です。ガキさん、OK です。もう光ってみちゃうぜ。俺の、はい、おすすめの洗い方、一回してみます。あ、やってください。あ、でもガキさん、今からじ、はい、止めていいです。いや、一本だけ一本だけ、やってみます。じゃあほんで、ブルーマジックで。じゃあ、ガキさんが今から磨いてくれます。チェンジです。チェンジチェンジは3回まで。よっしゃ、はい、拭き取ります。いや、拭き取らないです。あ、このままでいいんですか。これ、ちなみに何ですか。ハイトレール。あ、ハイトレール。はい、滑った。はい、滑った。滑った。ハイトレールの使い方、教えてください。いや、ほんまは水で薄めた方がいいんやけど、1本だけやし。はい、ありがとうございます。1本だけやし、ちょっと、はい、ハイトレールを濡れたタオルに適当に染み込ますんですね。染み込まして、はい、あ、いつものあれや、言うて、あ、いつものシコシコ。よし、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 よしですか。ハイトレールでタオルでそうやって磨くんですね。磨くというか、擦るんですね。そうですね、まあ、今回1本だけなんで、はい、あ、でも俺のホイールじゃないで、あんま可愛くないです。どういうこと。あ、わかる、それは。わからんこともない。もうざっとでいいですよ。ざっと、うん、はい、ざっとざっとで。ファイトレールはちなみにこれでいくらぐらいするんですか。これ2,000円ちゃいました。2,000円結構高いですね。でもそんな、はい、業さん使わんので、はい、結構長持ちしてますよね、これ。はい、もう年季入ってるでしょ。年季入ってますね。はい、ハイトレールで洗いました。流すだけでいいんですか。んで、はい、あ、これ量流さないといけないですよ。じゃあもっと流しといてくださいよ。ちょっと人の子供やがって、今適当に流しちゃったでしょ。もう怖いわ、ほんま。はい、あ、使ってください、使ってください。はい、使ってください。はい、あれ、新品ですよ。はい、新品です。もったいないです。使わんのかい。使わんのかい。もったいないです、もったいない。ちなみにこれ藤川さん、はい、めちゃくちゃ切れちゃいますよ。光ってますよ。光ってます。ピカってますね。すごいですね。ね、多分これあれやと思いますよ。青球の青球やと思います。青球。はい。あ、何これ、かわいいです。自分だけ。自分だけ。もう一つ倉庫あります。はい、お願いします。こうやってなんか、うん、あのおばはんが顔にクリーム塗るときみたいにこうやってね。見たことないけどな。今ちょっとあれ、世界中のおばはん的に回したね、今な。ああ、マジっすか。うん、やーべー。世界配信やぞって怒らなかった。あ、あとはそうやって磨くんですね。そう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 。アストロプロダクツのスポンジで。そうそうそう。はい、アストロプロダクツのスポンジ、あれ何枚入りですか ?6 枚入り ?5 枚か6枚ですね。5枚で何本ですか。確か2、300円やと思うんですけど。後で買いに行きますよ。ほんまに2、300円ですか。確かそんなんだと思いますよ。はい、じゃあ後で買いに行きます。高くても500円。はい。ちょっと待って、200円と500円全然ちゃうねんけど。僕らからしたら死活問題です。ガキさん独身やから。そうそうそう。もうもちろん今あれでしょ、藤川さんおる、ガキさんおる、僕おるって言ったらもうお昼ご飯ラーメンですね。そうですね。どっか美味しいラーメンあります。あります、あります、あります。ラーメン行きます。ラーメン行きましょうか。はい、あのあれちょっと腕邪魔。わからないですよ、素人やから。左利きなんですか。いや、じゃないですよ。じゃないんかい。じゃないんかいですね。そうなんです。もうこれはもうひたすらブルーマジックで磨く。そうっす、はい、このこれ水が弾いてくる感じ。はいはい。
ここまで磨いたらそこそこ綺麗になってるんですよ、はい、もうね、僕思うんですよ、もう全国のアルミ入ってるドライバーさんみんな磨いてるのにもかかわらず、はい、アルミを磨く動画を見るみたいなでもこれみんな、いや、このやり方結構みんな浸透してるみたいですけどね。あ、そうなんですか。はい、ブルーマジック、濡れたままブルーマジック使うのがいいんですね。そうですね。あ、今ちょっと見ましたよ、僕スポンジは絞るんですね。そうす、そうす、はい、あ。邪魔やった、邪魔入れてない。いや、大丈夫ですよ。とか、近いとかやっぱりガッキーさんはあれですね、磨いてない方の手はちょっと行き場所を失ってる感じですね。そう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 、はい、今ちょっと怒られたから、はい、怒ってないんですよ、ガッキーさん、パイセンやのに。いやいや、トラックの歴はもうダントツ長いですもん。いや、もう全然もう僕なんか素人です。俺も素人ですよ、うん、もうあれでもアルミホイルにホップなんかシール貼ろうかなアルミホイル、アルコア風の感じでアルコア風で、アルコアじゃない読めたらね、ホップなんかって書いてるみたいなちょっとハギさんにお願いしてみようかアルコア風で作ってもらうから、剥がれる、剥がれるでしょ、はい、お前、はい、バレへんように。よいしょ。頑張ってください。なかなか頑固ですね、こういう。頑固でしょ。ねえ。はい。ガッキーさんが一生懸命磨いてくれてます。他人の子供。よしよしよし。こうやっぱハイトレール使ったら、はい、くすむんでいっと。ミカカンと、あー、なるほどなるほど、はい、ハイトレールだけだったら綺麗にならないということですか。ならないです、結局は。アルミはね、あー、そういうことですか。うん、ステンは洗っただけで綺麗になりますよ、うん、へー、あの、そのお道具箱とか、はい、なんかコメントとかでいっぱいもうたんですよ、はい、ハイトレールを使ったらいい。そう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 、今日初めて使います。あの、あと似たようなやつで、はい、ハイトレールじゃないけど、はい、アルコアから出てますよね、そういう酸の、うん、酸の洗剤が。へぇ、自分この間買ったらサビ通るんですよサビでもそれなんか虫コナーズみたいな、うん、面白い、面白い。入ってるもん多分一緒ですよ、これ洗濯用のあれでしょ。あ、そうです、洗濯用ってよう言いますもんね、うん、はい、洗濯用の、そこはロタリするんですね、はい、それでガッキーさんが磨いてくれてます。ほんで俺ここも磨きたいんですよね。どこですか。あ、穴ぼこですね、はあ、全然いいですよ、はい、でもあれですね、光ってませんね、はい、頑張ったからありました。こっちも多分もっと光らせてくれようと思いますいや、これ多分、はいはい、そこまで光らんかもしれんすか。これ僕ら1時間ぐらい磨きました。そのぐらいやってますか、ね、1時間ぐらいいじってましたね、これね8本目やったら8時間かかるよいしょ。それ流す前からなんか綺麗になってそうですよ。そう、そこそこですけどね、うん、ですね。俺の気が済むまでは行ってへんと思いますよ、こんな感じかな。で、洗い流す。はい、あ。ガッキーさんあれですよね、洗剤で洗い流すのちゃうんですよね。そうなんです。磨いた、ま、スポンジのまま磨くんですね。そうっす、あの、ちょっと軽くゆすいで、はあ、なるほどなるほど。どうです。いや、あれですわ、ハイトレール使わんといかんからね、ブルーマジックで最初から磨くときは。なるほどなるほど、うん。ハイトレールでパーッと磨いてからブルーマジックしたら綺麗になる。そうそう、うん、表の酸化マークを、はい、が、はい、取れやすくなるっていう感じですか。いや、ほんまに綺麗になってますよ。よいしょ、あれですね、意外と真剣に洗ってくれましたね口でやなんやかい言いながら、いや、洋装さんのお子さんやからね、僕はもう分かりますよ、もうはい、どんなもんじゃい。どんなもんですか。これで拭き取ったらいいですか。そうっす。あ、はいはいはい。じゃあこうやってちょっと拭き取ってみますね。はい。あ、あれですね、このこれでこれで拭き取ります。この水をよく吸い取るやつで、はい、よしよし。いや、これ一発でめっちゃ綺麗になりましたやん。でしょ。はい、
案外そのハイトレール使うと面倒くさいけど早いんですよね、はい、なるほど。面倒くさくなかったよ見た目は結構やってた。全然面倒くさそうじゃなかった、うん、思うんすか、うん、よしよしよし。あれ本舗ナッスさんもハイトレールでやるって言ってました、はい、ちなみにコメントで本舗ナッスさんって誰ですかってよくコメントくれるんですけど、うちの先輩ですね。そうです、あのうちのリーダーです、ね、リーダーです、はい、京都営業所のリーダーです、はい、リーダーです。キャップです、キャップ、はい、京都営業所ドライバー募集してます、ぜひぜひ。この前言ってました、ぜひぜひですよ、はい、あれ藤川さんとか募集してないんですか。してますよ。藤川さんとかも募集してますよ。年中募集、はい、藤川さんとか年中募集、はい、はいはいはい、もうみんな年中募集、はい、うちの会社ね、はい、基本毎日帰れるんですよ。言ってましたね、言ってましたね。遠く行っても帰ってくるんですよね。そうです。遠くってどこまで行くんですか。うちは広島、はい、山口も行くかな。山口、ああ、うん、はい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 。でも当日帰ってくる。広島便は帰ってこれないです、はい、あ、帰ってこれないですか、はい、はい、そうでしょうね。岡山、福山、はい、四国便ぐらいは帰ってくるんです。もう全国で帰ってくるんですか。いやいや、そうでもないですよ。そうでもないですか、うん、半分このぐらいで、はい、そうですか。じゃあ藤川さんとかもドライバー募集してるんで、どしどしよろしくお願いします、ね、藤川さん給料何倍なんですか。そういうところ聞いちゃうんですか。いや、そういうのはおもろいちゃいます、ね、はい、ね、リアルな数字で、はい、ね、はい、まあ、ほどほどにほどほどで、ね、はいはいはい。そうですか、よし。28年勤めてますんでね。28年ですか。社長ですね。いえ、はい、ガキさんどうですか。よっしゃ、じゃあちょっと、はい、藤川さんバック見比べてください。あー、ちょっと僕の方が勝ってますね。ねえ、はい、やっぱ1時間かけただけありますよね。1時間かけただけ。いや、でもガキさん、こっからですよ、こっから。うん、こっからね、ガキさん知らんと思うけど、はい、これですよ、見てください。ソフトキュンキュンと青葉混ぜたんですよ。うわ、なんか微妙。どうですこれ。なんか微妙、なんか美味しくなさそう。マンホール開けてこう年末に掃除したんで、なんか出てきた、ドブサライみたいな感じ。何やこれみたいな。なんか配管に引っ張ったような。でしょ、これソウと99の銀の缶の99と青棒混ぜたんですよ。じゃあガッキーさんの上からこれ混ぜてみ、ちょっと磨いてみましょうか。はい、じゃあガッキーさんが今まで一生懸命頑張ってくれた上から、はい、逆にこの青球で磨いてみます、はい、これ名付けは僕です。青球、はい、青の99でもいいかな。どうです藤川さん、青の99で。青の99ですね、うん、じゃあ青の99で磨きますね、ガッキーさん。はい、ガッキーさん、ありがとうございます。いやいや、もうガッキーさんのおかげです。お邪魔しました。いい邪魔するんやったら帰ってやーよし、じゃあ藤川さん行きましょうか。はい、じゃあ、俺の椅子、はい、あ、椅子。よし、ちょっと待ってよ。じゃあガッキーさんが今ちょっとハイトレールとブルーマジックで磨いてくれたんです、はい、ほんで洗い流したのを拭き取りました、はい、この上からこれ見てください、僕が作った青の99、青の99、青の99、青、あ、略して青球、青球、青球で磨きます。よし、こもってきましたね。はい、雨は大丈夫でしょ。じゃあ青球で磨きますね、はい、よし、いきます。よし、多分青球パワーやと思うんですよ、前も。よしよし、あれ光ってません。早速ですけど来ました。もう来てるような気しますね。はい、よしよし、これね、救急がなかなかね、ちょっと馴染んでくれないんですよ。よし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 、逆にええじゃん、まずだけど。あ、逆に、うん、逆にの意味が分かる。何度もつけずにいいから。あ、ですね。よし、これでよし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 、なんかくすみが取れてきますよ。っていうか、ぶっちゃけ青汁混ぜんでええんちゃいます、うん、99だけでええんちゃう。よしよし、もうここまで、ちょっともうナットのとこは、ナットボルトナットのとこはちょっともう今日はスルーで、スルー。よし、ちょっと待ってよ。よし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 、終盤に来ての早送りで。ありがとうございます。やっぱり1年経ったらやっぱ体変わりますね。ガタ来ますね、ほんまに。
よし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 、ガッキーさんが磨いてくれたから2回目、2本目は簡単ですですね。ね、何もやってへんけど何もやってへん何もやってへんけど綺麗だ。よし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 。あ、青球いいですね。あ、分かってきた、なんかぽいでしょ、ね、俺もそう思ってきたほんまに。ガキさん、青球いいですよ。ほんまですか。はい、悪くないと思いますよはい、こいつやばい、青球。よし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 、ラーメン切りに行きましょう。どこ行きます？久美山のあれ、横綱の向かいにある高田ラーメン屋さん。ああ、ありますね。美味しいですか？いや、行ったことないです。行ったことない。じゃあ行きましょうか。ほんまに美味しいですか？美味しいですよ。じゃあ行きましょうか。ガキさん、ごちそうになります。え？冗談ですうっす。よしよし、やばい、さっきから見てもらったら分かると思うんですけど、この辺ばっかり磨いてよし、いや、こっちも綺麗になってますよ。よし、これで拭き取ります、一回ですね。ね、さっきもこれぐらいでしたもんね。うん、よしよしよしよいしょよいしょ、じゃあ拭き取ります。はい、皿のマイクロファイバー、これみんなマイクロファイバーで洗うんですか、使えたら。使い捨てはもったいない。もったいないですね。あの、一回洗ってぐらいが一番使いやすくなるんで。あ、なるほどなるほど、馴染むんですね。あの、最初新規の時若干油含んでるんでね。一回洗ったら要は水吸うのそうなるんで。なるほど。これ水玉見て、これ玉、これ見て見て見て、藤川さん、これ、はい、来て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 、めっちゃ玉玉になってる。オッケーです。まんまるですよえぐえぐってよしよし、お、いい感じですね、これも。よしよしよし、なんか火落ちてきたから、雲増えてきました ね。よし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 。青球。青球。青球悪くないですよ。きっと。なんか釣り餌さんにそんなメーカー知らんけど。よしよし。もう汚れたら綺麗面で磨く、拭く。よしよし。よしよしよし。普通に綺麗けどねえ、何これ、これ実はほんまにソフト休憩だけでええんかな、分からんけど。よし、試してみましょう。よし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 、はい、綺麗になりました。はい、じゃーん、どうですか。いい感じです。あ、こっちアルコアありますよ。はい、ここアルコアのシールあります。あ、こっちアルコアありますあります。こっちはちょっと、はい、っち悲しい悲しい悲しい。やっぱりジークやからちゃいますですか。知らんけど知らんけどやっぱ関西人知らんけど多いですね。いやいや、ほら、星責任持たれへんからよしよし、保険そう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 いや俺知らん言うたやん言うて。よしよしよし、あかんか、そんなんかん。よし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 よっしゃ、じゃーん、完成。お疲れさんです。はい、どうです、いい感じです。見た目どっちもいい感じですけど、ですね、もう前の方がいい感じですね。時間かけただけあって時間の方が時間、やっぱ時間ですね。はい、いい感じです。はい、磨き終わりました。ご苦労様です。ありがとうございました。じゃあ終わりましょうか。はい、はい、じゃあいつものあれ言ってください。
ポチッとな。ポチッとな。はい。はい。